はい。現場の雰囲気いかがですか？そうですね、明るい雰囲気で練習がスタートしました。ありがとうございます。ちょっとつなぎ伺えなかったので、練習の雰囲気などをぜひ教えてほしいなと思うんですけど、今フレクターリーナ、宇都宮ですね。はい、そうです。はい、フレアリーナはどの辺にいるんですか？控え室に。あ、そうですね、はい。今、練習は終わってますよね。はい、終わりました。はい、あ、じゃあ練習終えて、今ロッカーにいるんですね。周り誰かいらっしゃいます？いや、周りはいないです。あ、そうですか、お待たせしました。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日どんな練習でしたか？そうですね、やっぱまずは体を動かすような練習を月曜日から始めて、今日はやっぱ、はい、まあ、少しずつシュートだったり、そういうディフェンスとかの練習がスタートしたっていう感じです。あ、そうですか。まあ、でも体を動かす練習だとすると、荒谷選手はね、もう練習中からさせていただきますが、ワンアウトで2ぐらい行ってたぐらいですから。はい、そうですね。動けなかったじゃないですか。まあ、自分としてはもうだいぶ動けます。はい。そうですね、まあ、やっぱり人数少ないとなかなか難しい練習とかもあるんですけど、まあ、こういろんな練習ができるんで楽しいなって思ってます。他の選手の様子はいかがですか？そうですね、みんな明るく、本当に明るくスタートしたんで、まあ、楽しく練習も行ってます。何度も明るくっていう言葉が出てくるって方は結構みんな元気いっぱいだったんですね。そうですね、もうみんな多分リフレッシュしたんで元気いっぱいです。久々に会って、あの、楽しかった、嬉しかった先輩は誰ですか？そうですね、でも結構久しぶりに会った時にからこうずっとジョシュと自分はやっぱずっと練習に来ててワクワクしてて、まあ、ジョシュとはさらに話すようになったというか。そうですね、そうですね、多分女子はもうバスケ大好きですね。ずっとシート練習してましたけど、で、まあ、フルでこう練習してたのが、まあ、ずっとね、休まず練習してたのが荒井選手とスコト選手でしたもんね。はい、そうです。もうじゃあ、全部仲良くなったんですね。そうですね、多分仲良くなったと思ってます。そうですね。目指すところを改めて伺ってもいいですか？まあ、目指すところはやっぱり優勝を。うん。そうですよね。はい、そのために荒谷選手としてはどういうプレーをしていきたいですか？そうですね、やっぱオフェンスは自分の持ち味をであるドライブとか、まあ、果敢にこうリングにアタックしてこう勢いを生み出せる選手になれればいいかなと思ってます。ワークアウト中はやっぱりずっとシュート力を上げることを重点的にやってきたので、まあ、そこは継続してやっていくことと、まあ、シーズンが始まってこれから、まあ、徐々にディフェンスの練習とかも増えてくると思うんですけど、やっぱ
そのディフェンス力っていうところをもうちょっと磨いていけたらなと思ってます。ディフェンスにも力を入れていきたいですね、はい、楽しみにしています、まあ、やっぱりブレイクするにはどうしても求められますもんね。そうですね、やっぱそこがすごい重要になってくると思うんで。はい、でもあの全然こう新井選手は体重も変わってないですっておっしゃってたんですけど、はい、まあ、久しぶりにそのワークアウトの取材に伺った時に多分第一声私これ大きくなりましたねって言ったと思うんですけど、はい、そうなんですかね、やっぱそう、あんま実感がなくて、はい、そうですね。もうだからもうディフェンス、今やっぱその強い体っていうの大切だと思うので、はい、そこに向けても鍛えてたのかなと思ったんですけど、あ、でも一応トレーニングはしてました、ずっと。そうですよね、はい、もうなんか毎日まあ休まず、リフレインっていったのが自然と毎日やってるからあんまり実感が、はい、突然見て私の方がきっと気づいたかもしれないです。大きくなってましたよ、やっぱり。あ、そうですか。はい、そういう意味でも、まあ、楽しいです。ディフェンスも強そうだなっていうのを感じました。ありがとうございます。で今は、まあ、ちょっとね、練習してた人聞かなかったんですけど、はい、何度もお伝えしてる通り、あのワークアウトの毎日のようにいらっしゃって、はい、オフリフレッシュされました？あ、はい、しましたよ。しました。はい、しました。あのオフ期間どうでしたかって言ったら、多分店頭で帰ってきたのはもう一日が長い。オフの一日。そうですね。まあでも長い、やっぱ長さは感じますね、一日が。今まで、ね、学生生活もありましたからね。そうですね。やっぱ授業もなく終わったので。長くは感じますね。やってもやっても練習できて終わりがなかなか来ない感じですもんね、練習が。そうですね、まあでも、まあ、何もしてない時の方が長く感じますね。あ、そうですか。いや、家にあんなにずっといる、まあその授業もあったし、授業終わって練習とかだったんで、やっぱ今までよりは少し余裕を持ってるっていうか、なんか勉強とかもありましたしね。はい、はい、その間がどうやって過ごしてるんですか、その中と。まあ、映画見たり漫画読み直したりとかですね。漫画好きですもんね。漫画好きですね。え、最近読み直してやっぱり面白いなって感じた漫画ありました？いや、もうワンピースですね。もう1週間かけてもう1から読み直したんで。まさですか。はい、前回聞いた時も多分一番好きなのワンピースっておっしゃってたじゃないですか。そうですね、やっぱりワンピースが一番好きですね。またワンピースに帰ったんですね。そう、でも 今映画の方がハマってて、映画見てる感じです。あ、そうですか。一番好きなシーンってパッて出てきますね。ワンピースですか、うん、一番好きなシーンは、まあ、でもサンジが旅に出るところですかね。そうですね、やっぱり感動しますね。私、あの、奇跡を舐めるなっていうシーンを見てる。あー、インベルダールの。あ、そうですね、これ詳しいですね。パッと出てくる、パッと出てくるとなかなか見ないですよ。そうですか、インベルダールも好きですよ。さすがですね。なるほど、え、で、そのオフの期間、何かこうリフレッシュできる出来事って楽しかったなってことは何かあります？まあでも、ちょっと実家の方には帰らせてもらって、久しぶりに。そうですか。はい、ちゃんとあの、美味しい料理を食べさせてもらいましたか。そうですね、幸せでした。ちょっと、いつかの番組の皆さんからもいただいていて、はい、あの、もう漫画もかなりね、あの、詳しいですけど、岡田選手は、はい、なんといっても、シューズの話になると、北川選手が驚くぐらい。そうですね、喋りが止まらなくなるって言わないじゃないですか。そんなことないですけど。いや、あの、親町のももさんから、はい、最近気に入ってるシューズは何かまたありますかっていう質問いただいて。あ、でもこの間届いたので、ええ、その
ラハール、エアラハールっていう、多分言っても分かる人相当少ないと思うんですけど、それはやっぱりその茶色いスウェードなんですけど、その色が日本だとウェメンズ展開しかなくて、もうずっと探してて、それがこの間届いたっていうのが一番嬉しいですね。多分今ほとんどいないと思いますね。そうですよね、はい、これちょっと私たちイメージが湧かないので今度見ててもらってそうですね、はい、多分本当に分かんない、パッと来る人はあんまいないと思います。そうですね、SNS もしよかったらちょっと紹介してもらって。なるほど。あともう一ついけるかな、あの下津選手のパワコさんです。はい、はい、ありがとうございます。はい、まあ、卒業したから言えると思いますが、アミノ監督はどんな先生ですか？アミノさんはすごい優しい先生でした。あ、そうですか。はい、優しかったです。アミノ先生、アミノ監督との何か思い出はありますか？学生時代思い出でも自分アミノさんのゼミに入ってて、はい、まあ、すごい最後、その卒業論文を提出するのがこうやっぱ卒業の一番最後の課題だったんですけど、論文の提出はアミノさんに出すんですね。そうですね、ゼミが一応アミノさんの所属、ゼミに所属。ゼミもあったってことですか？はい、そうです、はい、もう自分はやっぱ12月末からアブレックスの方に合流させてもらってて、その卒論やって練習もしてみたいな状況だったんですけど、途中その時はやっぱすごい助けてくれましたね。あ、そうです、アドバイスしてくれたり、はい、多分もうほとんどアミノさんが手伝ってくれたっていう感じですね。あの先生になってくれるの優しいですね。はい、手伝ってくれたんですね。そうですね、もうこれ読んだら書けるからみたいなの全部渡してくれて、それ読んで書くみたいな、そうですね、すごい助けてくれました。悪いね、卒業試験みたいなもんですもんね。そうですね、もうそれがやっぱメインというか。そうですか。はい、もうね、あのブレックスのアンバサダーでもある、あの、まあ、選手であれば優しかったですけれども、先生方がやっぱり欲しいですね。そうですね、優しいですね。でもこれからもずっと縁は続いていきそうですから。はい頼りつつ、はい、頼っていきます。はい、あ、ちょっと質問ここまでになっちゃいます。あの多くのメファンの方からも質問いただいてますが、本当にありがとうございました。ありがとうございます。あの今週末8月1日あの子どもたちのバスケットの指導などがありますね。はい、はい、子どもたちにバスケを教えるのはいかがですか？そうですね、楽しいです。そうですか。はい、今週から自分たちも練習再開して開幕に向けて準備していきたいと思うので、皆さんも楽しみに待っていてください。はい、荒井先生ありがとうございました。頑張ってください、ね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ということで、現場に情報伝えてもらいました。体育館にいる背番号で1番荒井もしもし。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ失礼します。失礼します。